白いね。めちゃくちゃかっこいい。白いね。あのさ、スタジオのお迎えに、あのコンビニがあるじゃん。そこで、なんか、マッキー、ペンとノート買って、はい、これ取る、これ取る、これ取って、もうババーと取るんですけど。おい嬉しいね。ああ、ダメです。すいません。予想通りだわ。ああ、そう。おじいさん。お疲れ様でした。よし。そういえばさ、昼はどうする？なんかあれする？あれする？ウーバーアイスとかする？ああ、なんでも。このやつどう？どう？変えるとこあるかな？あできるね。でも本当に悔しい
ない。やべえ、多分一番美味しいとこがならへんこれ。光が当たってないところに椅子があるのかどうだろうって感じ。ああ、はい。運ぶやつよりもこの状態なのに、そう、気をつけた方がいいと思う。せっかく並べたし、ええ、このまま使おうか。いいかも、これテンション上がってきたら。一旦これでさ、ゆるが終わるまで録音してみてもらって。録音ね、録音しとくわ。録音しとくわ。録音しとくわ。やめてもらっていいですか。ねえ、あの辺にさ、コードがあった方がいいかない方がいいか。それね、そう、俺迷ってるんですね。面白いよね、なんかグッズとそういう食べ物とか飲み物でコラボするの。確かにいいな、こういうのとコラボするのいいな。いいね。モンスターとかさ、うん、あのエナドリー、違う、あのあの翼を下げつけるやつ、あレッドブル、レッドブルそう、あれとさコラボとかタイアップするよりもなんか面白いかも。面白いかもね、確かに。どういうところから始めるか。最初に下なんですよ、一旦下ね。変な駅元なぁとな変態だ。めちゃくちゃうめえな。あ、これはカレー味か。うん。なんか、うん、カレー。カシューナッツ味があって、なんか。ん？カシューナッツっぽいさ、なんかジューシーな感じするやん。ああ。何のやつかわからんけど、これめっちゃうまい。よかった。梅が好みかしら。あ、すげえな。もう、辛いよ。
俺の中のマイコ俺の中の撮っちゃった。さよなら。生活のすべてを捨て、ギター一本だけを持ち、旅立ったので。トッキーのさ、なんかごめん。